埼玉県は与野市にお住まいの中学の先生、中山さん、中山純一さんという方からいただきました。3年前、我が与野東中学では部活の吹奏楽団をジャズバンドにリニューアルしました。部員のほとんどは入部するまで楽器に触ったことのなかった生徒たちですが、猛練習の甲斐あって最近はなかなか良い音が出せるようになりました。まだ我がバンドはボーカルとの共演をしたことがありません。一流のプロボーカリストと同じ舞台に立ってみたい、そんな部員の夢を何卒実現させてください。埼玉新都心の近くにある与野東中学校。この学校にジャズバンドのクラブができたのは今から3年前。現在部員数38名、そのうち男子生徒はたったの6名。ほとんど女の子なんですね。練習時間はほぼ毎日2時間。でも中学生のジャズバンドって珍しいですよね。中学校で音楽をやってるクラブはいっぱいあると思うんですが、ジャズバンドをやってるのは日本でも 10個あるかないか程度なんじゃないかなと思いますが、埼玉県ではうちだけです。今日は全員のメンバーで出演できないんですが、出演するメンバーは思いっきり楽しんで、出られない子の分も楽しんでほしいと思います。さあ今夜は選抜9名のメンバーがマリーンとの共演です。頑張れ。女性も随分ね、女の子いますけども、あなたお名前は？奥村ゆきです。ゆきちゃん、はい。これは何ていう楽器ですか？テナーサックスです。テナーサックス、はい。そもそもなんでこの楽器を始めたんですか？私は最初はアルトサックスをやりたかったんですけど、やっぱ最初に全部楽器を一通り吹いてみて、一番自分に合った楽器を先生が選んでくれるんですよ。それ体型に合ってるということだから。いやちょっとそれは違いますねそう、はい、ごめん、はい、今日このメンバーと共演してくださるのはなんとあのマリーンさんでございます。So I left heaven, I came and left to think you could doubt my love. Yet today my love has gone away.I'm without my love. They ask me how I knew my true love was true.I am without
I am about my love now. Laughing friends take a ride, tears I cannot hide. So as Marlon say, when a lovely fate dies, smoke ends in your. いやかっこよかったよね。どう、あのマリンさんのボーカルは。とてもかっこよくて完全に感動しました。ねえ、素晴らしかったよね。あのピアノの彼女はどうでした、花健さんのピアノは。私もああいう風に弾けるようになりたいと思いました。すぐだと思うよ、大丈夫、うん、そうか。いやいや、あのボーカルとさ、セッションするのって初めてでしょ、みんなね、はい、という話聞いたけど、どう、その辺は。もうやってみたい。ああ、君はしかしそれにしてもでかいよな、楽器がな、うん、バリトン。バリトンだからね、もうバリ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 でありがとう、はい、いやどうもありがとうございました。いや素敵でした、もう。ありがとうございます。聞いてもう本当に、ね、やっぱりね、こうスケール大きいでしょ、うん、それであの伴奏とマリンの歌とこう会話しながら、これがやっぱりね、音楽する楽しさ。楽しいですよね、二人で。なんかこう随分もんどり言ってこうって感じが、なんとも羨ましいやら妬ましいやら。そうでしょ、野球も試合いた、はい、ちょっとね、はい、いいもの聞かせていただいてありました。それじゃ あマリンに世の東中学校ジャズバンドとのセッションよろしくお願いします。よろしくお願いします、はい。Miles all the way.
had your kicks on Route 66. Now you come through St. Louis with Joplin, Missouri. Hello, Oklahoma City is a mighty pretty. You'll see Amarillo, Magalhães, New Mexico, Flagstaff, Arizona. Don't forget Monona. Can't let one song summer that you know for you. Give him to Mr. Eglantine. What do you make for that California trip? You had your kicks on Route 66. You had your kicks on Route 66. やったね。やったって言ってますよ、ギターの子が。ガッツポーズ出たね。ガッツポーズ出た。ねえ、いやびっくりしました。どうでした、マリンさん。いや楽しかったですよ。ね、あの本番前のリハーサルと全然違ってて、ね、はい、ノリノリだったね。いやスイング、ね、スイングしてね。そうですね、ちゃんとスイングしててね。うん、本気出したって感じで頑張ったね。ギターの君、なんかその会心の出来だったって感じ？最高でした。よかったよな。本番で実力が出せるっていうのはね、いやっぱり、ね、一番ちょっとプロみたいですね。プロだよ ね、まあ、ね、リハーサルっていうのは本番、あくまでも本番のためのリハでね、リハでこう一番いい状態になって本番になってちょっとこう加工性になるってことは、うん、我々プロでもあるんですけど、本番が一番良かった。そうですね。しかしね、こうやって見てると9ピースのバンドでね、女性が5人いらっしゃるんですよ、ね、5人すごいですよ、ね、ここでも女性上位強いですね。本当ですね。男性4人ですよ、うん、ですよね、うん、ちょっとあのトランペットの彼にですね、どうだったのかちょっと聞いてみたいな。プレイヤーね、うん、なんか言い方は一番地味なんですよ彼は。音は派手だったよな。あ、派手ですね。お前自分のこと言われてんだよ。分かってるちゃんと。あ、そうだったの。どうでした、あのアドリブ。あ、なんかもう壊れちゃったかな。壊れちゃった。分かるような分からないような、うん、あのドラムもね女性で、なんかとってもリズムが良くてちょっと届かなくて聞けないんだけど、素晴らしかったですよ。ちょっとね、カレン・カーペンターを思わせるようなね。そうですよね、女性のドラム。ちなみにあの今聴いていただいたアドリブは全部譜面ではなく彼らのアドリブです。今この場で即興演奏してくれたアドリブ、ソロはね、すごいですよね。あの顧問の中山先生、はい、それからね、あとキャプテン、はあ、そうですか、あ、部長、部長、失礼しました。そうです、ね、部長とお二人ちょっと見えてますか、どうぞ。マリンもね、中学生との共演は初めてだということでね、はい、あの今日、顧問の先生と。そうですか。いや、中山先生、ようこそ。ありがとうございます。ありがとうございます。いろいろ指導するのにご苦労があったんじゃないですか。あまり苦労は感じてないです。ここまで来るのに何年かかったんですか。ジャズバンドを始めてから3年なんですけれども、まあ、この子たちはあのどんどん入れ替わってますので、今日は2年生と3年生のメンバーです。ということはさっきお手紙にありました、初めてほとんど楽器を手にする子どもたちって書いてありましたけど、そうなんですか。そうですね。前に例えばクラリネットをやっててサックスになったとかって子はいない。いや、中学校入ってきた時はピアノの子はね、子どもの頃からやってますけれども、はい、他の子はみんな初めて楽器、初めて楽器持って、すごいね。ってことは1年とちょっとですか。そうですね、はい、概ね中学生、はい、うわ、嫌なやつらだな。そう、部活の部長、部長、部長だっけ、キャプテンだっけ。部長です。部長、失礼。君は今日演奏しなかったよね。なんか体調不良とかそういう感じ。負けました。負けた。負けましたって痛かったですよ、本当にもう。ねえ、マリンもあのいろいろなね、ミュージシャンとかバンドとかオーケストラと共演してるけど、おそらくこういうだけ若い人たちとって初めてでしょ。ね、しかもですね、あのこんな若い子たちで私がここにいて、うんうん、後ろにその音がポンってぶつって、うん、あ、背中にぶつかるんですよ、うん、それがプロでも、うん、なかなか難しいんですよ本当は。そうですよね、プロのビッグバンドでも、うん、これはね、すごいマリンからね、君たちの力を認めてくれた言葉をもう今日いただいた。楽しみですよ。そうですよね、本当、はい、本当に皆さんありがとうございました。ありがとうございました。素晴らしかった。